忍者列車の網棚に設置された忍者のマネキン人形忍者列車とは伊賀鉄道伊賀線で運行されているラッピング列車の愛称。忍者電車とも呼ばれる。戦国時代、伊賀国は忍術の流派である伊賀流が栄えた。伊賀忍者はその伊賀国を拠点として戦場やその後方で活躍した。現在でも伊賀線の沿線には 上野城や伊賀流忍者博物館など忍者に関する観光地がある。そこで、1997年10月、夢ポリス伊賀の町開きを記念して、近畿日本鉄道が860系に両編成を漫画家の松本麗児がデザインした忍者塗装に変更した。その後、ピンク色の866編成が追加され、861編成は緑色に変更された。 2007年に伊賀線が近鉄から伊賀鉄道に関した後860系は製造が1961年1962年製と老朽化が進んでいることから新しい車両への更新が決定した。東京急行電鉄から1000系を購入した200系の第一編成に青色の忍者列車ラッピングをして2009年12月24日より運行を開始している。 また201号の運転台側乗務員用出入り口のドア横に松本零ジの直筆サインが書かれている。200系はステンレス構成であるためフィルムによるラッピングとなった。カーテンには種類剣柄のデザインが施されており、網棚には忍者のマネキン人形が設置されている。2016年緑色の忍者列車の内部が 三重県産の木材を使用して改装された。これは伊賀線開業100年の記念事業として行われたものであり、総額2400万円が改装に費やされた。そのうちの1800万円には、三重森と緑の県民税が活用された。海泥やヒノキなど合計5種類の木材が、車内の壁や釣り林などに使われており、一部の釣り林は、手裏剣の形状に加工されている。 木材を使うことが難しいドアや床には、木目調のシートが貼られている。12月11日に運行が開始された。青色ラッピング車両の201、編成ピンク色ラッピング車両の202、編成緑色ペイント車両の861、編成ピンク色ペイント車両の866、編成蒸気のうち、大阪府都市開発5 0 0 0系以外は、松本の作品。 銀河鉄道39をモチーフにしたものである。ありがとうございます。